実はクリスさんの推薦はうちの村上社長です。村上社長はプロレスラーっていうのはあんまり知らないんで、はっきり言って、で大阪の方に面白い人がいるらしいですね、小林さんって言ったら、誰のことかなと思ったらクリスさんのことだったんですよ。でもクリスさん僕も本当によく知ってましたから、俺、いやクリスさんってどんな人ですかって、椅子ぶん殴るらしいですねって言うから、すごいよって、橋本真也に真正面からぶん殴ったのは、おそらくクリスさん、全盛期の橋本真也に真正面から振り下ろしたのはクリスさんだけだよって、いやね、そういう選手僕好きなんですよって、小林さんぜひお願いしますっていう話だったんですよ。それだったらもう条件があると、あの橋本真也に椅子を振りかざしたクリス正信でやってもらわないと困るよと、それでいいんだったらうちのリングに上がってくださいとこういうことだったんですよ。それでこっち側の方はもうとにかく特攻隊長に頼んで迎撃をしてくださいと、思い切り言っていいかなと。古澤さんもやっとそのなんていう本領発揮をした試合だったと思いますけどね、いい試合だったんですよ、ぜひこれはもう見てもらいたいです、この試合は。第3試合、15分一本勝負を行います。青コーナー、176センチ、88キログラム、ビッグマウスラウド、ウスター勝海。この戦い、オープニングをどう捉えるか、ウスター勝海。赤コーナー、175センチ、100キログラム、クリス・マサノブ。驚愕の入場シーン見せつけました、クリス・マサノブです。さあ柴田さん、はい、まず驚きました。いやもうね、こんなもんじゃ済まないような気がするんで、ちょっと腰が引けちゃいますよね。そうですね、リングサイドにはまだ椅子が数多く残っています。そして注目なのはリングアナウンサーがですね、はい、宇須田克美を、はい、ビッグマウスラウドと紹介しましたね、はい、そうですね、フリーのはずですけどね、はい、入団したんですかね。さあそのあたりまだ定かではありませんが、そうとすれば、はい、これ並々ならぬ決意でこの戦いを迎えているはずですね、宇須田。やっぱり所属選手としてはね、下手なことできませんよね、はい、今片足タックルを見舞っていきました。グラウンドの攻防、先ほどのクリスの入場に比べると随分おとなしい立ち上がりになりましたね、これは。いやでも顔は怖いですね、はい。あの放送席を先ほど柴田さん、私と柴田さんをこう一別するかのように見ていきましたね、睨みつけていきました、クリスです。はい、はい、以前よくお世話になりましたのでね。あ、そうですか、はい、迫力はどうですか、もう増しているような感じですね。そうですね、もう顔が変わってないですね、はい、普段はいいね、おじさんなんですけどね。先ほど登場のドン荒川と同じ昭和47年の9月デビュー、はい、対戦相手は当時のリトル浜田、もちろん新日本プロレスの戦いでした。そこからジャパンプロ、全日本、フリーを経てクリスジム立ち上げたわけですね。そうですね、自分で大阪で立ち上げてですね、はい、大会なんかも開催してましたね。そうですね。さあリング中央になります。右のミドルキック宇須田、そして左の蹴り、この辺を必要最小限の動きでクリス自らも蹴りですが、この蹴り足を掴んで宇須田。あ、今もこれ柴田さん、はい、細かい仕掛けがあるんです ね、はい、ね、顔面をかきむしっています。頭突き、ボコッという音、そして張っていきます。反則も得意なんですけどね、やっぱりストロングスタイルもできますからね、はい、ものすごくプライドを持った選手だったんですね。あ、そうですか、はい。そして教え子の中には金本浩二選手の名前などもあるんですね、はい、そうですね。そして何しろ橋本真也さんとのファイトも印象的でした、はい、90年代初頭になりますか。そんなに大きくはないんですけどね、はい、迫力ある攻めですよね。ボディーシザーズ、持ち込む宇須田に対して足首をひねっていきますクリス。後方から顎、首決めていかんとする宇須田なんですが、ここで決めに勝るのはクリスの方か。さあどうだ、
無敵心逆十字の体勢に持っていこうとします臼田です。クリス正信59歳、臼田克美の方は35歳の選手です。あ、この辺りを見てください、柴田さん、はい、右の膝で、そうですね、こういうガチガチの、ね、攻防を、ね、連日のように展開してますよね。あのオープニングですでですね、はい、あのウアイプロデューサーの挨拶がありました。新日本プロレスの道場が、はい、やはり大切なんじゃないかという、そうですね、源流であるというお話がありましたね、はいはい、以前はですね、練習も公開してましてですね、我々はね、もうちょっと見学することができたんですけれども、はい、もう凄まじい迫力ですね。トレーニングはもちろんね、スクワットから何からやるんですし、あとスパーリングもすごい迫力だったですね。よくあの倒れる選手が続出ということがありました、はい、いや本当にね、あの締め切ってね、40度くらいのところでやってましたね。上を取っています、臼田、握り拳を右の手作りましたが、ここはレフェリーが制しています。科学的な、ね、トレーニングというのももちろん大事なんでしょうけども、はい、やっぱり本当土壇場でギリギリのところの精神力というのは、ね、やっぱりギリギリに追い込まれた時にやっと出てくるんじゃないかという気がしますからね。シニアのゴールドというのは昔はそういうことを毎日やってましたからね。あ、今もものすごい頭突き、そして場外へ。いや、柴田さん、クリスの戦い、はい、存分見れそうです。いや、放送席の真ん前だ、モニターを直撃、行くぞという声、うわー、バチンといった、もう一発、椅子が、パイプ椅子がひん曲がりました。うわー、なんという表情、クリス柴田さんに対して目をカッと見開いて、今何か言葉かけられましたね。なんだお前と言われたような気がしますね。なんだお前と私の柴田と言ったよりも聞こえました。はい、なんだお前柴田というような、ちょっとビビってあのよく見えませんでしたね。あ、リング上はさらに椅子攻撃、まさにストロングスタイルと言われる戦い繰り広げていた両者なんですが、180度戦いの様相が変わってきました。うわー、背中へ、あ、出血があります、出血があります。柴田さん、はい、相当切れているようですね。いや、もうあれね、当たりどころが悪いとね、本当命も危ないですよ、あれ石はね。ジャンピングの膝、激しい流血を見ながら臼田反撃に転じています。いや、しかしこれは柴田さん、ちょっと切れている箇所が危ないですね。そうですね、ちょうど頭頂部じゃないですかね、あれ。額というよりは、そうですね、髪の毛の生え際もさらに上、はい、よく割れてあの骨が見えるなんていう風になると言いますが、はい、これがそうかもしれません。そうですね、ちょっとね、髪の毛短くしてますからね、はい、そしてボロに入っちゃいますよね。当たりましたね、はい、返り血を浴びて鬼人の表情はクリス、んー、どうだ、あー、スリーパーホールド決まっていたようです。勝利を収めたのは臼田克美。